した。お疲れです。あぎゃー。時間かった最後。なんてこった本当に。あぎゃーす。線点が豪年になって積もれてね、もうラス絶好で帯になって。あぎゃーす。ハイパイも良かったのに白出ないまま。あんなゴーディアみたいに入っちゃって、いろいろ。それからナイスファイト、トンパチね、もう酒のない漫画補充から、6戦オールして、また2戦つまらないけど、まぐって、あぎゃす。惜しかった。あぎゃす。先ようがない。最後だ、もうどうしようもない。もうやめる？もうやめる？シーはしたい、さすがに。もうやめる？いや、パーピンの化けなかったから、どっちかだけならだいぶ上がりそうなんと思って、パクか、ローピンか。でもまあ、ユウさん真ん中一個も切ってないもん、まだまだ。え、ユウさんは全然早くなさそうで、太郎さんはだいぶ煮詰まってるけども、大体リーチ来るからな。ドラ切ってね、闇点はそんなに。そんなに高くもなさそう。できてないだろうとね、思っちゃいますわな。あいやー、いやー、しゃーない。いやでもナイス、ナイスでしたよ、ほんと最後上がれればもう完璧だったけど上がれなかった、無理、ハクが出ないんだもん。ハクはいたんですか。やばいやばいやずっとやばいやばい。パーピンもいたでしょ。パーピンもまあ、まあ、タモさんが持っててびっくりした。パーピン3枚、ニカ参加で、アキさんもすごい手だったから、まあ、アキさんトップよりは良かったということで、うん、まあ、そうなんだ、トップとかあると思いますね、うん。急走は？急走は2、2対3、これは、ね、2だね、全山ってことだよね、全山、これは無理、これはもうどっちが持ってくるか、誰が急走持ってんだよと思って、いやー辛い、これは辛いスタートだった、これは辛かった、でもこっからね、次マクロクセンが上がったいな、ハニャンピンね、ピンズに全てを託した、ね、人生リャンピン絶好ピンズに全てを託した、うん、6球そもそもしてたよ、これで赤からの裏は裏裏か無駄裏無駄裏無駄裏赤でなくても良かったやつな、黒で良かった、いやでもこれはでかかった、でこれはもう作業がない、これも球層にするんだね、球満にする、自分のパワーン切ってるのが、ね、出上がりさ、めっちゃチートやつに見えた、あのドラパーピンのやつってどうするべきでした、ドラパーピン、ああ、C は別にいいけど、急走は絶対やめ、2点になって、もうあの瞬間に上がれないと思わないとダメだね、うんうん、急走普通にめちゃくちゃ危ない範囲だったから、うんうん、まあ、大体遠い遠いで、うん、ションパイの初が浮いてたんですけど、ね、初が浮いててションパイの急走で自分が振り手になった瞬間でやめないとダメだね、別にあれか、あ、嘘で打ったの、別に嘘で打ったのはしょうがない、うんうん、